はいどうもこんにちは、ドクターベノムです。本日はラウンジをやっていきます。一緒に遊ぶのはウミニャ、ウルンル、ヒマジン、ペンガキ、ウマヅラハギです。よっしょっす。さあ、かなり年代もバラバラなメンツが集まりました。よっ、17歳です。いやいや、それは嘘だな。昭和アイドル来た、昭和アイドル。昭和アイドル。で、本日やるゲームは、一致するまで終われませんです。内容は、一般問題です。一般問題、はい、一般問題なんで、はいはいはい、まあ別に年齢に関係なくね、みんな一致するんじゃないかと思っているので、皆さん頑張って、一致させに行ってくださいね。相手の気持ちを考えて一致させにいくゲームです。では早速やっていきますよ。はい、さあ第1問。いやもう余裕でしょ。猫が出てくる漫画アニメといえば、よいしょー。はい、俺に合わせ、俺即答したから俺に合わせてくれ。なんだこいつ、せこすぎやろ。せこすぎ。いやまあ、猫でしょ。でも猫でしょ。これしかないでしょ。あれしかないでしょ。これしかない。やばい、絶対違う。え、でもこれ国民的なアニメだよ。え、ちなみに、一番年上が俺で、その次はウルンル、ヒマジン、ウマヅラ、ウミニャ、ウミニャ、ウマヅラ、同じ、同じ。あ、ウミニャとウマヅラが同じで、ペンガキがクソガキと。ペンガキ。え、わからん。え、ガキ、ガキがわからんかどうかなんだ。おいおいおい、なんてことを言うんだ。さあ、回答者6人で揃いました。結果を出していきます。ウルンルとウマヅラハギか。あれ、ドラえもんやろ絶対。猫型ロボットやん。猫型ロボット。サザエさんじゃないだろ。ドラえもん見てないの。サザエさんってそんな猫中心じゃない。そんな中心じゃないよ。どう考えても出てくる。はい、全員不一致ということで。でもいい感じに、まあね、4対2でまだ、まあまだいけそうな感じですけど。ドラえもんやって。さあ、ウミヤさんはあってんのに、ウマヅラくんはあってないの。世間を知らないんだ。田舎もより田舎もない。家庭環境じゃないですか、これ。家庭うちはドラえもん派なんで。やばい。基本的にドラえもん見れない。サザエさん。はい、次の問題いきますよ。家に必ずある調味料といえば、これはいけるだろ。これ、かっこいいやろ、これ。絶対にあるって思うもんな。絶対ある。何個？何個？え、1個です、1個です。いや、え、その守備範囲広げようとしないで、ウルンルさん。守備範囲、なんか塩、醤油とか言わないで。いやー、これでしょう。よし。いや、もうこれしかない。はいはい、あ、やばい、なんか文字が変なとこ言ってた。ちなみに、本来のルールだと、これ、10問一致するまで終われません。え？いやもうこれはでも合うくない。もう一問はまずまず回答者出そういました。一確定な。いやバラバラ、醤油やろ。え、いや塩やろ。いやちょっと待って、まあ塩分かるとしよう。一人ずれてるやつがいる。一人ずれてるわ。あでも待って、俺はサシスセソだったな。サシスセソで考えて、うん、日本人だ。で合わせた方が。いやまだね、塩か醤油かなって思ったけどね。そうそう、どっちかでしょ。お前らの家には砂糖ねえのかよ。ねえよ、俺一人暮らしなんてないよ。ないよ本当にないからね。砂糖ないの。え、砂糖とか使わんやろ。そっか、絶対あんのは醤油か塩のどっちかでしょ。一人暮らしの家でもあんのは醤油か塩よ。あー、ちょっとなんか理解が足りなかった。ということで次の問題。アフリカに生息している動物といえば、余裕やろ。いや、これはえ、アフリカやんな。何、他になんかある。アフリカやんな。なるほどね。いや、これは多分ヒマジンさんと一緒な気がする俺。いや、これしかないんじゃない。だってアフリカ言ってんねん。あ、待って、あかんわ、ペニガキおんねや。え、あ、アフリカ知らない。いや、アフリカ知ってる。よかった、わかる。アフリカって聞いたら、うん、俺これしかない、うん、これはいけるんじゃない。さあ、あと一人誰だこれ。あ、揃いました。はこれじゃねえか。では結果を表示しますよ。はい、お願いします。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、終わってるマジで。あのさ、え、ゾウが舐めてるこいつ。ありえん、これゾウありえん、マジで。こいつバーした方がいい。こいつバーした方がいい。
アフリカバイバイやろ。マジで言ってんのこれ。やばい。ふざけんなよマジで。おい本当に。関数問題やんこれ。やばすぎこいつ。やばい。おいこれ当たんないのもうやばいって。いや普通はゾウやろ。マジか。あのアフリカバイバイは日本の多分ワンチャンオンね普通にそこら辺に。はい。ジャニーズに入れたとしたら、いや、どこも入れたね。しゃぶられる。なるほどね。いや、じゃあ、ピン書きが分かるやつか。あ、ピン書きに配慮すればいいんじゃない？え、ピン書き配慮？自分の本心を隠して。あ、ちょっと待って、俺、漢字書けない。とんでもないことになった。やめよう。え、俺、これしか知らない。ピン書きに配慮。え、多分ペン書きあれは知ってんじゃないかな。これは知ってると思うから俺それ書いた。知ってるよな。俺あれしか知らないよちなみに。いやどれだ、でもどれ知ってんの。え、わかんねえ。いや待って、インターネットやもんな。インターネットによく出てる方か。うわ、ちょしく知ったかもな。まあこれ多分揃わないよ。いやこれはまあ、うんうん、捨てもん捨てもん。いや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 、え、でもまあある程度までは絞れるでしょさすがに。俺ちなみにこれ全員回答出揃ったから言うけど、あの嵐って書くことして炭って書きそうになった。嵐、平成ジャンプ、嵐、嵐、嵐、時代、時代、惜しい。いや俺嵐は知ってる。ザ嵐だよね。あのなんかわかる、あのテレビ見てたからちゃんと。ほら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 。まあこれはちょっと当たんない気はした。ちょっとなんかずれるよな、これ年代、これもしかして。長瀬が好きだった。時代はちょっと年代やな。まあ分かる、時代分かるな。いや俺も平成ジャンプ書こうとしたもんな。時代かっこよかったもん。さあ次の問題。熱い国といえば。まあもうこれはいよいよ。俺の好きなチーム。え、ちょっと待って、これ、分からん、分からん、分からん。むずい、むずい。俺が好きなチームがいる。チームじゃない、選手。え、ちょっと待って。無理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 。当てれんて、当てれんて。当てれんて。いや、余裕余裕。熱い国だからね。熱い国。え、だって、俺書いた国って、サッカーできるのかよくわからんもん。え、そうだよ。でも、どんな国やの？熱い国はわからん。熱い国。え、なんでわかんないの？いや、わかるわ。海外知らない。海外知らない。じゃ論外、論外やろ、それは。それは論外。海外し、わかる、熱い国はなんとなくわかるくないでも。さあ、あと2人。おい、どい仲間が2人おるぞ。海がか、これ、海がとウルンルーか。はいはいはい。田舎だからわかるんだ。さあ、出揃いました。ブラジル、エジプト、リオデジャネイロ、エジプト、エジプト、シンガポール。うわ、やらかしな。あ、まあ、エジプト。エジプト3行ってるからな。いや、エジプトか、ごめん。ブラジルも暑いけど、シンガポールも暑いけど、リオデジャネイロってさ、国じゃない。ちなみに。あ、そう、リオデジャネイロ違うんだ。リオデジャネイロってブラジルだっけ？そう、リオデジャネイロ。あの、そもそも、なんか、そもそも土俵に立ててないやつがいる。やばい。え、これでしょ、この棒人間、あれでしょ、あの像でしょ、リオデジャネイロ。あー、今回、ウミニャがこれやばいかもな、結構。ウミニャ先般。いやいやいや、やばいな、今回。さあ、次の問題。合わせろな。効果に入ってそうな単語は。これは簡単でしょ。ごめん、わからん。あ、やべ、学校行ってないやつがいる。学校行ってないやついる。え、でも、母校のさ、歌はわかるだろう。なんとなく入ってそうな単語。俺、学校。まだ2回ぐらいしか行ってないから効果わからん。じゃあ小学校の効果は、小学校の効果忘れた。いや俺も歌えないからな、効果なんて。え、これじゃない？十何年前。おお、十何年前。学校の効果だもんな。うん。いや俺正直ガチでこれわかんねえわ。いやでも、まあ、使われてそうな言葉でしょ。単語な、単語、単語。あ、これはもう余裕です。これは俺は余裕ですよ。さあ、あと2人。合ってるよな。多分これじゃねえかな。よし。さあ、出揃いました。学び、やかな？夢。学びや。ちょっと待って。あ、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 リズム取るタイミングのやつ。あ、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 みたいな感じだよね。ちょっとね、ウルルの国ってのもなんか、自然強い。入ってたんだけど。自然強い。俺なんちゃら、いや完全にこれ逆にバラバラになったな。すごい。国はさ、ちょっと待って。
まあなんかこの中で、まあ、腑に落ちるのはまあ夢とかかな。あ、まあ学びやとか、うん、赤なんか新しめの学校で、ね、森友学園も国はちょっとあの思想がちょっと寄ってる入ってたんだけどな。ドンキホーテで1万円で売ってそうなものは、うわドンキ全然いかねえ。ドンキホーテで1万円って結構いい値段するな。え、結構いい値段、ちゃんと高い。マジでドンキホーテなんか、ドンキで1万円、人生で行ったこと2、3回しかないから何もわかんないや。ドンキで1万円って結構高いぞ。そうなの？え、高いでしょ普通に。で、1万円買うじゃないやからな。なんだ？なんだ？ちょっと待って、ドンキの1万円？え、むずいなこれ。よし。え、ガチでわからんな。ちょっと待って、ドンキの1万円でしょ？いや、俺今日字綺麗だな。悩むつ。え、なんだドンキ。さあ、みんな悩んでおります。これは、これはおそらく一致しないでしょう。一致しなそう。よし。いや、むずいな。これはちょっと、うん、なかなかいかついな問題が。ドンキで1万円のものを買うことがないもんな。日本語がもうなんか、いろいろ買って1万円はあるけど。洗濯機、勉強机、花火、ヘッドセット、コーラ、ヘアアイロン、コーラは1万円で売ってない。え、ごめんごめん、何飲んでみたいな。え、で、洗濯機とか売ってる？いや、売ってるでしょ、ドンキ。1万円じゃ洗濯機は買えないだろ、絶対。中古屋さんだよ。ヘアアイロンかヘッドセットじゃないこれ。花火は確かにな。軽めの家電製品。洗濯機全然。いやさ、花火も花火1万円もしない。なんかやるありそうじゃん。巨大な打ち上げ花火。そう、あの花火に入ってセットで買ったやつって、いやでも1万円あったような気がするぞ。映画の監督が身につけていそうなものは、もうこれやろ。身につけるか。これじゃない？身につけるって持つも含む。あ、な。は？黙れバカ。黙れバカ。え、普通に身につけるって聞いてさ、あの持つもありって意味わからんやろ。でもこれ一致させに行かなきゃいけないですから。いやもう入る。てかこれ海屋黙ってるけど海屋も結構やばいから。さ、海屋さん結構えぐいからな今までやってて。いやでもうこれはもう簡単ですから。これは俺がもう覚えてる限りのものを書きましたから。いやでも映画監督って言ったらこれでしょ。あと一人。はい、これだと思うんだけど。よし。しゃ。さあ結果は。サングラス、メガネ、メガホン、セーター、サングラス、こういうお帽子。いや、暇人通り合ってる。サングラス。これね、やっぱサングラスだよな。サングラスかー。あ、サングラスにしたらよかった。メガホンもまあ確かに。メガホンでもあるじゃん。サングラスかけて、ふんぞり返ってるイメージしかないんだ。そう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 。でも、ね、うまさんもメガネ合ってるから。やばい、これ当たる気がしないな。やばいなー。K を漢字一文字で書くと。はえ、わからん。だから漢字がわからんからわからん。あ、俺もわからん。いや、じゃあでも終わってるって言えば、ベノさんわかるよ。K。K やろ。K。え、これしか出てこないの。はい。いや、これは。え、これって K って読むよな。え？あ、K ってこれか。これじゃない？これ K って読むわ。これ K って読むよな、多分。よく見る字。やばい、もうちょっと簡単なのあるわ、多分。あ、もう K の簡単。知識マウントでお前難しいやつ書いたもん。なんか知識マウントでさ、いや全然大丈夫ですか、馬沢さん、見ちゃいますよ。全然難しくて、やっぱ。バラバラ。うわ、マジかー。いや、結構バラバラ。わかるわ。レシートとかで見るから。あー、計算の K ね。はい、軽自動車のこと軽っていう。これしかわかんない。あと、あ、それが暇人ですもわかる。こっちか、うわ、そっか。これはまあ、もう無理でしたね。無理。無理。リンゴの名産地、いけるっしょ、これは。いけるやろ。ハイペリア、いけるよな。わかるわかるわかる。で、これ当たんなかったら、もう多分、10問正解なんて絶対無理よ。え、これはもう、だって、みんな学んだでしょ。リンゴの名産地って言えばもう。リンゴといえば。はい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 。あそこですよね。いや、もう2個よ、こんなん。2個当てちゃいましょう。2個って言って。おもろすぎるね。さあ、当たるか、これは一致してくれ。青森来たー。当然ですよ。やっと1問正解。よかった。いや、でもちょっと、青森は漢字で書こう、海谷さん。俺でも書けたわ。俺合ってるよ。いや、書く人こっちが少ねえじゃん。
さあ雪遊びの定番といえば、いやどっちだ、2個ある、2個あるよな。あー、まあ、どっちにみんな書くかだよな。まあ、あれか、まあ、降る量考えたら。やっべ、銃の悪魔じゃん、銃の悪魔。やめろ、それ、ここヒントやないか。でも、銃の悪魔だよな。銃の悪魔だよ。俺には分かるよ、その発言の意味が。でよ、でしょ。俺もそれだと思ってた、最初から。きたよし。さあ。あと1人結構似たくないけど、うん、いや4ぐらいあるんじゃない。ねえだろそんなに。雪国だから、雪国がなんか言ってる、レパートリーが少なすぎる。みんな雪合戦、雪合戦、雪合戦、雪だるま、雪だるま、雪だるま、ま、平和的だから降らないから。うわ雪だるまの方書いたか。いやでも降らないにしても合戦でしょ、雪合戦でしょ、合戦。いや平和的な遊び方。いや2人平和な2人いたわ。あ次、中学生が習いそうな3文字の英単語といえば、中学生が習う一番簡単なやつ。いやもう3文字の英単語するしかないよこれ。3文字の英単語、単語ないけどな。いやペニガキ使う、これこれ使う。いや使わ、ペニガキは使わない。3文字ペニガキ。いやペニガキ別にもうお前が思うままに書け。単語言ってるの聞いたことある、ペニガキが。やべ、待って、3文字の英単語あるっけ。3文字か、3文字英単語ある。いやもうダメだこれ。いや一瞬出てくるじゃん、なんか人をねけなしたりとか煽ったりとかする時必ず出てくるのがあるじゃん。ペニガキがやんな。これ多分ペニガキに合わせるとこのウルンルーが分かんないってことです。いや何、やべ。おいおいおい、大丈夫か、あと2人。この単語知らねえと英語使えませんみたいな単語あるやん、1個。え、そういうこと？単語？3文字だよね。やべ、出ないかもな。3文字の単語。まず書けないとか。まさか書けない。だって、出ない3文字。終わってる。一番悩んでんのが、なんか、磨きじゃないの。別の人が悩んでんの、おもろすぎる。あ、待って、身近なものにある！きたー！身近なもん。大丈夫かそれ。まあいいよ。どうせこれはあんないと思ってる俺は。はい、簡単です、こちら。バン。え、ちょっと待って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 。ないないない。いろいろやばい。いろいろやばい。え、単語でしょ、単語。プリーズを両者。あ、ウルンルーわかる。ウマヅラもわかる。まあ俺もわかるじゃん。プリーズを。PLZ で略すやつ。そう、ペニガキは書くでしょ、これ絶対俺書くと思うの。 IC ライト IC スパークがあったから右手に。ちょっと待って、イージーもこれ攻略だし、なんなら W つけちゃってるし、もうこれひどすぎる。これやばすぎるな。終わってるわ、イージーダブてか俺後から思ったけど、多分ペンとかじゃない。あー、ペニガキなんか言うヌーブとかキャットとか、うん、確かにキャットペン、うん、でもね、これイージーだよ。ビーフオアチキン、もう来た、もう2択じゃん、だってこれ。いや、お前ら、うん、分かるよね。いや、分かるよねとか、もう分かるよねとかじゃないよね、これ。分かるよね。僕はこれで、僕はこれです、やめてください。いや、多分、みんなこっち書くでしょう。はい、もう、2分の1だから、こんな普通にあっち選んだやつは、もう終わってる。待って、どっち選んだんだ、ペニガキは。でも、子供が好きそうなのこっちじゃない。だよなーと思ってるんだが、若い人はこっちの方が好きでしょ。誰だよ、あと一人の悩んでんの。どう悩んでんの、ね、あれ、ヒマジンさん、俺じゃないよ。ルルさん、俺じゃないよ。え、にゃペニガキ、みんな。おい、人狼ゲームじゃないんだよ。いやいやいや、俺書いてますって。結果を表示。あー、もう終わった。はい、来たー。おかしらむんですよね、これ。これ、ヒマジン舐めてるよな、これ。ビーフ振り切れてる。しょうもな。魔法が出てくる有名なアニメといえば。え、魔法が出てくる？え、これ絶対合わない気がする。ピンカキってなんかアニメ知ってんの？魔法が出てくる。え、ピンカキ魔法？え、魔法？魔法？
魔法なの？魔法？魔法？いや、それは。いや、魔法はもう一個しかないな。話題性でいく。話題、ああ、なるほどね。あ、そっち？いや、じゃあ皆さん、諦めてください、じゃあ。話題性？いや、僕はこれ。で、魔法は出てくるよ。いや、俺はこれで育ったから、育ったもので行くしかないから。話題性って何？え？話題性？話題性あるじゃん。え、今、いや、取っとかないと、やっぱインターネットで活動するものとして、やっぱ話題なのはやっぱ見とかないとね。話題性って単語出たらもうこれしかないだろ。これだよね。うやった、絶対馬さんと合ってるよ。ないよ、そんな。いや、ある。マジかよ。話題になってるアニメなんてもう最近参加生の中でも流行ってる。ケンさんしか知らないよ。うん。参加生も流行ってる。年かな。ケンさんはちょっと普通に恋愛やな。あれ魔法出てこないよね。出てこないね、あれケンさんは。わからん、マジでわからんぞ俺。え？新垣知ってるアニメをもう書くしかない。魔法や魔法。ブブ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 ブ。これだ、もう。あれちょっと待って。なんか違ったかもしれない。さあ、出揃いました。結果はこちら。ハリポッター。アニメじゃねえだろ。アニメじゃねえじゃねえかよ。ハリポッター。おい、そうそうのフリーレンとかキモ。いやいやいやよ、今めっちゃ流行ってるよ。何が流行りだよ。流行りもんね。今窓巻きだろ。窓巻きじゃねえってね。おじちゃん、ペニガキは分かるわけないじゃん、そんな。いや、魔女の宅急便が一番優しいよ、多分そうしたら。確かに。確かに。ハリーポッターアニメじゃない。じゃねえって。アニメだと思ってんの、あれ。アニメも映画も一緒や。定番のジャムの種類ははい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 、いや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 、あんま書けない。黙れ定番やん。あのさ、ここの中に多分朝食をとんのウルンルだけだぞ多分、ね、確かに。俺も取ってみんな朝寝てるよ取って。多分これじゃない。いや、どっちだろうな。でもワンチャン俺がもう一つ思ってる方はペンガキが知らない単語だと思うからこっちにしとこう。知らないジャブある。いや多分ね、ペンガキとかワンチャン知らないまあ定番だからな。俺ジャム選んだみたいな。一番よく使うのはこれでしょ結局。さあ、あと一人誰だ。お、揃いました。よし、いちごいちご。おじさん、おっさん健康気使うなマジで。いちごのジャムまずいやん。ちなみに俺あれだよ、マーマレードとブルーベリーで迷ったからね。キモ。俺はベノムさんキモい。絶対ベニガキとかマーマレードって単語知らねえわと思ってブルーベリーに。知らなそう。うわあ、やらかしたー。イチゴジャムかよ。いや、アフリカマイマイと一緒これは。いや、アフリカマイマイ現象だね。アフリカマイマイはイチゴだって。ブルーベリー存在するし、全然平気だろまだ。高校生が好きな卵料理ってなんだろう。高校生が好きな。もうピンガキが好きな卵料理みたいなもんでしょこれは。ああ、なるほどね。こうなるとなんか。なんかさ、高校生が好きなって言われるとおしゃれ感出るけど、ペニガキが好きなって言われるとおしゃれ感一気に消えたよ。いやいやいや、お前それ失礼やぞお前。いや、これでしょ。でも言うてこれじゃない。うわー、ジャムやらかしたな。無理だわまだ後悔してる、やばい、書き直したいけど。よし。いや、これちょっとむずいな。あ、どうだっけ。あ、うちの卵賞味期限切れた。ちょっと意味わかんない。急にあの家庭の事情を思い出す。生活が見えた。思い出した。さあ、出揃いました。だし巻き、ゆで卵、スクランブルエッグ、カルボナーラ、マモの卵焼き、オムライス、全員バラバラ。カルボナーラやって。カルボナーラ。ちょっと待って、カルボナーラ、卵料理まではいかんやろ。あれはパスタだな、せめて。卵や。いや、違うな。いや、これはここまででもバラバラ。ゆで卵好きってどういうことだよ。しかもいや、わかんない。スクランブルエッグも結構意味わからんけど。
これだし巻きはちょっと理解できるかもな。だし巻き、ママの卵焼きも美味しいし、卵焼きだし巻き、まあその辺はまあまあまあ理解も、カルボナーラ。ゆで卵って料理、ゆで卵は意味わからん。カルボナーラは論外。料理教室で最初に習いそうな料理は、うーこれでしょ、これは絶対これやろ。いやもう、はい、もうこれもう一発で、お母さんが作ってくれたら嬉しい料理ナンバーワン。はあ、多分ひまじんさんと一緒だ、わかんないけど、そう考えると簡単だな。料理習うって言ったらまずここからなんじゃないの。まずこれだよね。まあこれじゃない誰だ、あと一人。さあ出揃いました。ハンバーグ、カレー、親子丼、カレー、カレー、ハンバーグ。親子丼ではない。カレー、いや料理教室でカレーは習わん。え、カレーだって混ぜるだけじゃんな。習うもんでもないでしょ。だから一番最初に簡単なカレーからでしょ。あ、そっ、そういうことなんだ。親子丼はお前ずれてるからな、ちなみに。お前黙って。いやいや、親子丼でしょ。ハンバーグとカレーの人はお互い文句言えるけど、親子丼は言えねえから。嘘。やばい、一致しない。親子丼俺一番好きなのに。黙ってよ。親子丼だけ。こいつには勝てそうもない。相手は誰？じゃあこれニート部でいきましょう。どういうこと？意味がわかんないので。ニート部でこいつには勝てねえ。こいつには勝てねえと思った人。こいつには勝てねえは一人いる。こいつとは言わねえ。こいつには勝てそうもない。でもうまさんはあの人しかおらんやろ。じゃ逆にうまさんに合わせた方がこれ。ああ。ダメダメダメ、もう違う、もう違う、もう違う、もうそのノリだと絶対違うからもうダメ。ああ、じゃあダメ。そのノリだと絶対違う。ちょっと待って、でも難しいなこれ。お互いがみんな誰？こいつには勝てねえ。あいつだ。こいつだ。いや、あいつには勝てん。こいつだわ。こいつには勝てねえわ。ベラムさん絶対バカにしてるだろそれ。こいつには勝てねえよ。どういう意味ですか。でバカにしてる。人の息を超えた存在。絶対バカにしてる。エヴァンゲリオン、もうエヴァンゲリオンそれ。人を超えた存在。うわこいつや。さあ。あと一人誰だこれね。さあ結果が出揃いました。あ来た。ナシー君、ナシー、ナシー、リリー紅茶。ディーディーや。いや、ナッシーじゃない。もうこいつには勝てねえわ。ナッシーでしょ。ナッシーだよ。馬沢さんはいつもクーさんのことこいつって言ってるからね。うん、いや、そうなんです。だからそういうのも言うかもなんだ。言わない言わない。こいつは言わないけど。普通にクーさんは絶対ないだろうなって書かねえもんだと思ってるのに、普通にここで書くあたりちょっとなんか常識がないっていうか。常識じゃねえな。ここはディーディー。さあ、一番人気がありそうなグミの味は。あグミですか。グミ、いや市販の、市販のグミのパッケージ想像してみてよ。これだろ一番最初に出てくる。あね。あ、俺海ねに合わせればよかったわ。うわ確かに、いやでもこっちにした。いやわかる。いやこの後悔がみんな合ってるってことはあっちを書いてる。海ねに合わせるって何？いや海ねに合わせたらもうあれじゃない？あはあ。ああそういうこと。グレープ、グレープ、コーラ、ブドウ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 、いや、合わせればよかったー。おー、マジでありえん、コーラ以外のグミやっちまったー。やっちまったー。やっちまったこれ。正気マジで、なんでコーラ以外のグミ出せんの。後悔がわからん、俺マジでこいつやばい、今回、いや、マジでやばい。マジでわからん、お前の思考が。2アフリカマイマイだよ、今2アフリカマイマイ、2アフリカマイマイ、次行け、マジで。さあ、次行きますよ。あ、そうか、親子供あんねん。3アフリカマイマイな、海山に。何々王子に入る言葉は文字制限なし。なんで丸々王子丸々王子、え、すげえ世代出ちゃうかも、これ。でも、ペン書き絶対知らない。あ、じゃあ、わかるかも。あ、じゃあ、あっちか。王子でしょ、王子で止まるんでしょ。え、止まるって、止まるだろ。王子様じゃないでしょ。何々王子様じゃないでしょ。むずい。こうだった、こうだったよな。多分ね、まあ、もう、多分合わない、これ。これ合わないわ。え、これむずいよね。うん、合わなそう。もう一番最初に出てきたのこれなの、ちょっと終わってるわ。終わってるって言ったら失礼だな。なんだろう、わかんない。俺ちょ思いついたのこれしかないわ。え、マジでわかんねえぞ。なんだ誰、一般常識ねえな。王子に一般常識とかないだろ。いやいやいや、王子 いますけどね。もうまんま王子いますから。回答者がもう5人揃ったんであれなんですけど、俺はもう全然八王子でもいいかなと思ったもん。
確かに。え、マジでわからん。なんて書こう。もう絶対合わないじゃん。合わねえからいいよ。でもじゃあ普通にベノソンのやつパクっとこう。はい。ハンカチ、あわあ、落ちる、ハンカチ、ハンカチ、ハンカチ。ハンカチだよな。八王子。八王子いたし。八王子本当にいたし。ああ、でも最近で言ったら青汁かもな。確かに青汁王子は確かに俺な。ハンカチ王子って。絶対知らないよ、手に書き。絶対わからんねんな。いたんだよ。いたの。ハンカチ王子って思う。いた。まだいるけど。まだいるね。まだいるけど。メジャーリーグのチームといえば。わかる。これしかない。あ、いや、待って、待って、待って。メジャーリーグって何？あ、でもあいついるわ。わかった、わかった、わかった。あ、待って。危ない、危ない。手に書きはわかるってことやんな。手に書きが分かる方多分こっちだ。すいません、アフリカマイマイになりそうです。わかりません。何？見ないな、多分。え、メジャーリーグ誰だってるよな。あ、よかった。これアフリカマイマイになんないぞ、多分。今時の人が知ってるのはこっちでしょ。いや、俺ね、うん、そっちに合わせた。今出てきた。合ってるかな。振りかまえば。ああ。もうこれ速攻でフイッチ押そうかな。俺回答見られる前に。やばいやばい。やばいやばい。ダメだよダメだよ。いやーやらかしたー。マジ？いや大丈夫大丈夫ですよ。いや絶対書いてない。俺も書きました。どうした？あの阪神はない。エンゼか。あ、そうなの？メジャーリーグって阪神ない。阪神ないし、エンジェルズは何？エンジェルズ、エンジェルズ、あ、ちょっと待って、あのエンジェルズ、にわか俺でこいつら、発音の問題、ごめんなさい、発音の問題、まあこれはまあさっさと飛ばしましょう。日本で一番食べられてそうなイカの種類は、え、これじゃない？イカはイカじゃないの？ペヤキが知ってるイカやろ？おっちゃん俺考えたわ。え、これしか知らないんじゃない？僕はもうもう提出しました僕が。多分ペニガキこれぐらいしか知らないだろ。ペニガキこれしか知らない。知らないやつ。うわ、そう考えるとあっちだ。あっち？これだ。さあ出揃いました。ダイオウイカ、ヤリイカ、ホリイカ、スルメイカ、ホタ、全員バラバラなの。逆にすごい。すごいな。ペニガキホタルイカ知ってんねん。最近クンさんがホタルイカって言ったからそれでしょ。え、知らん知らん、それ見てない、知らん、わからん。え、てか違う、なんで逆にホタルイカって言ってる。え、スルメじゃね、さすがに。いや、アオリイカっしょ。え、俺ヤリイカ書こうかと思ったけど、ペニガキ知ってんのでけえからダイオウイカしか知らねえ。食わねえだ。ダイオウイカ食わねえ。逆にここまで全員バラバラ別種出してくんのすごいね、これすごい。さあ、へそくりを作るとしたらいくらいってこと？こんなん絶対合わないよ。え、これ毎月？一瞬一瞬。じゃあ毎月ぐらい。ウルンルーさんが作ってそうなへそくりでこれ合わせる。ウルンルーのへそくり予想にしようぜ。そう、ウルンルーさんが毎月隠してるへそくりやろ、これ。毎月こんなもんじゃない？まあ、ウルンルーさんのね、あれ考えたら簡単ですよね、これ。ちなみに、ペニガキへそくりってわかる？え、なんかなんて言うんだろう、隠してる。ああ、もう隠し財産だね。隠し財産。隠し財産。さあ、みんなの予想は3万100万100万。なんなの？なんなの？もうないだろって失礼だろそれ。そくりの量の話を。見に来たってあの零点。あのなしみたいな感じ。なしみたいになってる。いやー、1万かー、10万も出ません。ということで、ウルルルさんの家庭では1万ずつね、毎月へそくりが使って取り込まれてるらしい。ちょびちょびとね、ちょびちょび。3万ぐらいだと思ったけどな。この3万ぐらい入れるのかな。和服の主要キャラがいる漫画タイトルは、えちの和服いや、これどっちだ。最近の方で行くべきか。いや、最近の方だろ。最近の方の名前をど忘れした。ああ、思い出した。最近の方、え、ちょっと待って。いや、俺だったらもうあれを書くんだけど。和服やったら、まあそっか。和服キャラなんていたか。え、あれってさ、和服な、みんな、あれ和服なのかな。みんな和服じゃん。よし、古いかな、これ。ウルルさん絶対あっち書いてるんだわ、あれ。え、あっちってどっちだ。古い方。いや、え、ウルルさん古い方書いてる。作者が尻尾やらかした方かな。何これしか知らないかも、あんまり。どう、ちょっと待ってね。ウニヤさん。あー、ごめんごめん、大丈夫。おい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 、ちなみに
現在、36分が経過しておりまして、一致数は1、たった1問だけ。終わってるわ。青森だけ。青森だけ。さあ、はい、すいません、すいません、すいません。あと2人、あと1人。できました、できました。さあ、誰だ、うん、あれですよね。和服ですよね。和服さあ、出揃いました。結果を。和服4時。え、呪術廻戦って和服なの？和服じゃないだろ。呪術高専の制服で。いや、ルロケンはわかるよ。ひまじさん。鬼滅の刃だ、鬼滅の刃だ。わ、思い出せなかった、鬼滅の刃。ちなみに、呪術回戦は私見てないんで、教えていただきたいんですけど、ワック出てきます？で、最後の、あっこで五条先生がバトルしに行くときに。なんでこそ好きなのバトルしに行くときに。お前、アフリカ前前だよ。お前、アフリカ前前だよ。で、マジで、俺、これか、光の子だと思った。光の子、なんでそこに書いてんの？サイだけやん。アフリカ前前がよ。やったー！マジ、1アフリカ前前。1アフリカ前前もらいました。夏になったら絶対聴く曲といえば。これは、謎のあれありそう。ルンルなんかよく絶対あれじゃない？どっちだどっちだどっちかこどっちだこれどっちだ2個あるぞ正直。え、ちょっと待って、あるとかあるのか俺分からん。あ、待って、ミスった。あ、ごめん、これもう絶対揃わないでもいいです。はぁ、おい、何やってん、途中で、最後途中で行ったんで。いや、まあ俺らじゃあせーので言うわ、せーので、せーので言うわ。あれ、なっていう曲だっけ、ね、全然揃わない。え、待って、どっちやろ。せーので言うよ、俺多分これ。はい、さあ、あと2人。ああ、どっち行こう。ああ、いや、でもこっち行こうか。さあ、あと1人。よいしょ。まあ、あれですよね。その辺。結果を見ていきましょう。俺、歌詞じゃねえか。過去間違いだかも。さあ、馬澤さんは。はい。何でしょう。夏色っす。TM レボ、あの曲って言うとね。津波はちょっと。ああ、ホットリミットかと思ってた。いやー、全然、まあ、水蓮花か、水蓮かな。水蓮花。結構、ウルルルさんに合わせに行ったんだよな、これ。わあ、なるほどね。なんで今更合わせに行ってんだ、こいつ。信号の色を一つ変えてください。さあ、これはもう、これはもう3分の1ですから。いや、もう俺はこれがいい。いや、俺はちょっと待って、これさ、なんか色だよね。なんか色で答え、まあ難しいこと言わんと。色で答えになったら書こう。ちょっと嫌な予感した、ちょっと。さあ、青、逆に。おい、アフリカ前前重すぎる。いや、待って、これ回答の青で引っ張られてる人みんな、マジで、な、それ何センス、ほんとにそれは。いやいや、青だろ。ナンセンスすぎる、マジで。俺が懸念したのはもう、色っていうか、緑って書くやつがいるかなと思ったの。あのさ、アフリカ前前さ、逆張りするゲームじゃねえんだ、海にゃさん、これ。逆張りゲームじゃねえ。いや、これ、海にゃに合わせに行かなきゃダメかもしれない。いや、ちなみにもうね、40分を超えようとしているんで、もう次一致させたら終わりにしましょう、さすがに。はい。2022年小学校の将来の人気があったのは、もうこれバンタンですよ。これあれじゃないの？これはもう。これあれじゃないの？でもこうしかないだろ。2022年でしょ。あれ？最近だから。これ。これが人気なの、頭おかしいと思うけど。皆さん、大丈夫かな？うん、できるよ。YouTuber、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 YouTuber！ やったーたーいや、どうすっすよね、これもう1つなってたからね。皆さん、何その YouTuber のバだけ肩かな。ん？あ、じゃあ違う、これみんな、フイッチ。いやフイッチか、マジか。いや、重かったな、今回。海にゃがだいぶ重かったな。こっちのセリフよ、マジで。海にゃのせいで3回ぐらいミスってるからね。いや、やばかった。ちょっと、他のゲームに移りますか。ちなみに皆さん、ジブリは知ってますか？はい。昭和。え、海にゃとペンギャキは？
おジブリ知ってるよ。ジブリ。あ、じゃあジブリクイズ。ジブリクイズ行きましょうか。はい。では、ジブリクイズに行きたいと思います。では、クイズを開始します。私が出題者のようです。おお、なるほどね。はいはいはい。うわ、すごいのあるよ。これ絶対答えられない。はい。おお。カヤの衣装はどこの国の民族衣装を参考にした？これ想像の100倍ぐらいガチガチ勢の問題。シンキングタイムスタート。あ、なんだっけこれ。まあでもこれはあの思いつかなくても、まあ、4択なんで。わかるかね。わかるくないってお前じゃわかんのか。いや、わかるからね、タクでっていう意味で。はいはい、これは、これは、あれですね。出揃いました。回答オープン。はい、ですよね、皆さん。はい、ですよね。さあ、B の。ブータン和服っぽいもん。ね。さあ、結果は。やめろ。はい、なんと、ブータン正解でございます。解説。解説はなんか解説全然何にもなかったわ。さあ、ブータンらしい。いいね。さあ行くか。みんなとりあえず10ポイント。いい、まあ100ポイントで終了にしましょうか。誰が100ポイント最初に行くか。オッケー。さつきの苗字は。え？これイージーゲームです。これ、皆さん。から知らない、漢字じゃなくてもいいです。ひらがなでもオッケーです。あ、タクじゃないのかこれ。タク？ああ、そういうこと？これは何合ってるかな？何撮影の写真？何とか見えないでしょ？これみんな知らない？あ、分かった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 。ペン書きしてる。ペン書きが分かった。え、マジ？分かった今。分かったってなるものなの？どっちかなんだよ。どっちかなんだよ。何言ってるの？お前が一番遅いよ。さあ、回答オープン。エンド。さあ、正解は正解発表。草壁。そうなんだ。正解でございます。全然違かったわ。草壁、さつきが苗字に、草壁が苗字になります。なんか電話出るシーンが。ちゃんとえ、すげえなトロしか見てない。いや、いいね。5月かな、5月だと。じゃ、薬弱えじゃん、もう、あとは。テイル・フロム・アーシアのジブリ映画は何？英語で、テイルズ・フロム・アーシア。あ、アースシーかな、これ。アースシーか。うん、アースシーだ。テイルズ・フロム・アースシー。これは、一体何の映画のことを指しているか。シンキングタイムスタート。英語の意味から推測しなきゃいけない。英語ダメだ。あれなんていう名前だっけ。え、待って、テイルズ、テイルズ、あ、これこれ知ってる、これ知ってる、フロムアースシー。え、何アースシーって。わかんねー。でもこれぐらいしか思いつかない。わからん。え、ワンちゃん英語わからん。ワンちゃんのなんか、いや、有名なやつであってくれ、頼む。いや、有名じゃないやつあるの。有名なの。じゃあ、ペン書きが書けなかった。さあ、回答オープン。崖の上のポニョ。これ、これ、これ有名で、これね、あるんですよ、これ。ゲノセンキズです。そうなんですね。テイルズ・フロム・アース・シー。これはゲノセンキのことを言っています。もうなんだ、海だからなんか崖の上のポニョかなって思ったんだ。いや、わかる、その気持ちはすげえわかるわ。え、テルーって書いてあったもん。これはあの中国のビリビリとか。風立ちぬのキャッチコピーでハテナに入る言葉は。これこの前ね、あのジブリ展みたいのに行ってきてあったわ。これでもこれこのゲーあのね、これ広告とかでも確かあったはずで、結構あるよ、たくさん見てる。多分あ、合ってるかな、どうだろう。マジでわかんない。これ風立ちぬの。さあ、回答が出揃いました。回答オープン。うわちょっとひどいな。ネバネバネバちゃん、バカにしすぎない。バカにしすぎない。待って、ペン書き発表。マジでわからん。
マジでわからんこれ。シネバ。シネバです。大喜利ちゃうねんでこれ。やめろって。シネバ。ネバネバ。やばすぎ。わからんすぎる。いやこれ風立ちぬのね、あのたあの歌のね飛行機雲からもね推測できるんですよ実はこれ。普通に死ねばだと。やばし。やばめっちゃいい映画だよあれ。ジブリが映画ができる。うわーすごい、こんなん絶対わかんない。くんさんしかわかんない。はい、この戦闘艇の名前は。知るか。知るか。ああこれか。シンキングタイムスタート。これいい問題ですね。え？さあ、ポルコロストが乗っている飛空艇、戦闘艇の名前は？え、これこそタク問題にするべき問題だろ、こんな。タクやろ。逆に馬沢さんとピンギョキ早かったよ。何もわからん。わかんねえから持ってきそうじゃん。肩。肩。あ、そういうこと？あ、この飛行機の名前を言うんだ。え、なんだと思った？あ、時間が。飛行機。ガイドオープン。トントロ。レッドフライ号。メキシコ号。はい。正解は。いや、これ誰からだっけと思って。誰も正解はいませんと。サボイア S21 という飛行艇でしたね。え、ちょっと待って、あの、とんお前、あの、豚の名前書けじゃねえんだわさ、あの、やばっ、ちょっとこれは難しかったですね。難しかった。いや、タク問題じゃないとな。タク問題じゃないと、わかんねえ。でれ。でれでれ。年上はどっち？中目達夫と萩野明夫、どちらが年上でしょうか？A か B 選んでください。萩野明夫ってあれだよね。千と千尋のお父さんですね。トトロか千と千尋。え、もういや、こっちやろ。いや、二択だからね。これこうやろ、こっちやろ。俺はこっちやと思うわ。いや、あっち答えるけどはいないと思ってる。こっちだろ。これ逆張り言います、ちなみに多分。俺逆張りしたよ。さあ、回答出揃いました。回答オープン。タツオってどっちだったっけ？タツオってどっちだったっけ？タツオってどっちだ？タツオ A。ああ A か。A。正解は、ちょっと待ってね。正解は、うわー！萩野明夫38歳と草壁辰夫32歳。いやヒゲは誰でも生えるわ何歳でも。いや38歳でこの値は無理だよ。クンさんと同い年ぐらいなんだね今。若いね。確かにそうやん。もう変わんないじゃん私らと。確かに。え、シゲだろ。え、なんか A の方が若いやろと考えても。え、でも二人子供いるんだよね。うん、やめましょうよ。はい。あ、すいません。ちょっと早かった。はい。これは簡単だ。さあ、風の谷のナウシカのこの人は誰？見たことない、見たことない。マジ？何を見たことあるの逆に。え、だから千尋と、うん、ポニョとトトロ。かわいいね。千尋と結構、でも結構あれか。もののけ姫とか見ないんだね。名前わからん。わかんない。わかんない。ちなみに俺も、え、めちゃくちゃ有名じゃない？いやー、マジか。知るわけねえよ。え？あ、もう時間が。さあ、わからなかった。ナウシカ君誰？正解はこちら。クシャナですね。いや、わかんねえ。トルメキアの姫ですね。あ、トルメキアだっけ？トルメキアですね。やべえ、知らねえ。わからんよ。見たことねえ。あ、いいの来たんじゃないですか？お。おキキとサツキどちらが年上？どっちだ？あ、これ待って、いやなんかね宮崎駿がキメいやなんかキメキレがしたんだよな。危ない危ない危ない、なんか危ない危ない危ない、宮崎駿が確かにアなんだよ。こっちかな。え、これこうでしょ。え、これはでもこっちでしょ。さあ、なんかあれ逆かな。なんかさあ、回答が出揃いました。回答オープン。さあ B やろ。これはこれ A 正解したら1位に並ぶ。え、さすがに
おーおー、さっき、ヒキが13歳で、さつきが12歳です。そんな低いっけ。はい、マジか、なんか6年生か、さつきちゃん。キキがあれなんかそうな、飛行機なんか魔法の砲機が飛ばなくなった理由がなんか あれね、そう、あれだから、まあ、さあ、なかなか10問正解いきませんね。お、これは絶対わかんないな。初期設定でのショートトロの年齢は、白いのがショートトロっていう認識でいいの？これちょっと普通にむずすぎない？でも森の神様的な感じ？トトロって確か割とえ、そうだな。俺はもうこれだ。これ近いとダメとかある？なんか、まあ一番近い人にしましょうか。一番近い人でお願い。はい、回答オープン。なんと一番近い人います。え、ぴったり賞はいるの？ぴったり賞はいませんが、1歳差。え、おー、すごい。回答109歳ですね。100ちょいかなって思う。いやー、ピンガキも惜しかった。いや、100だと刻んでいけば、書こうとして間に1位書いたんだよね。マジか、あんま生きてないんだ。さっきの問題を見さっきの問題をちゃんと見てた人は答えられます。シュートトロの爪は何本？はい、さっき出てました。これさっき出てた。何本だっけ？見てねえよ。でも、ねえよ、わっねえよ。さ、これちゃんと問題見とくのは大事かも。草壁っていう名字も出てたし、順番逆だったら、あ、確かに草壁って分かってたわけだから、これ問題の絵を見るの大事です。わかんない、わかんない。バランス的にこっちじゃね。さあ、出揃いました。回答オープン。だいたい3やろ。うん、そんな感じがする。俺もだいたい爪は3本だよ。シャー、よー、3本です。シャー、6はねえだろ。うん、6はキモいだろ。どうやってバランスとんねん、3本で。確かに。いやー、今現状1位がおー、まずは原さんだね。原さん2問連続で正解してるから。あー、思い出のマーニーの監督は誰？漢字で書いてもいいですし、ひらがなで書いてもいいですし、あと通称がありまして、その通称で書くことも OK です。俺これは知ってる。これフルネーム？いや、だから通称でもいいですし、まあフルネーム、まあ近ければいいです。もう名字、名前、名字、名前、今日なんかね、あ、なんかすごい字になっちゃった。名字はこれなのよ、名字はこれなの知ってる。おい、じゃあフルネーム挑戦してよ。まあ、より近い方が正解にしましょう。いやいやいや、止めて止めて止めて。あ、時間きた。ということで、米林って書いて間に合わんかった。米林どうしたら、もう暇人の人で間に合わなかったって。シャーキャー、米林広正さんですね。通称マロだそうです。マロ、はい。なんでマロ？あ、これ叩かれたのこっちじゃないか、これ確か。え、これどっちだっけ、わかりません。高評価かどっちかだったような気がする。結構良かったっけ、マーニー。あ、いいですね。これは三択問題です。当初一人の予定だった女の子がメイとサツキの二人になった理由は？はあ？少子化への警告はないだろ。絶対そういうの入れねえタイプだろ。宮崎駿という男の性格を考えたらわかりますね。何か生命に対する男を感じる。出た、角川のやつ。多分これだと思うわ。さあ、回答オープン。あれ？え、だよね、 B だよね、多分。多分 B。シャー！
そうですね。高畑勲への対抗心ということで、トトロは高畑勲監督の蛍の墓と同時上映でありました。蛍の墓が60分から80分になることを知った宮崎監督は負けじとトトロも80分に伸ばすために主人公を2人にしストーリーを膨らませたということです。おー、どっちも名作だからな。あ、そうだ、俺蛍の墓も知ってる。おー、知ってんねや。へえ。カーチスが2年続けてイタリア帝を破った大会といえば、いや、無理やねん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 。じゃあヒント、何々カップです。何々カップです。わからん。何々あのね、いや、おかしい。やっぱ、紅の豚の問題に関してだけ、なんか、ニッチすぎる、あまりにも。難しいよ、マジで。もっとこいつの名前はとかにしろよな。でも分かるんだろうな、やっぱりファンは。なぎなぎカップです。分からん。分かんない人はもう大喜利してください。さあ、暇人は時間切れと。会長、オープン！イタリアカップ、CR カップ、トントロ、ダメ。待てるな。正解は、うわ、マジかー。カップですね。マジかー。じゃあ、まあ今後、明らかに分かんないなっていう問題は、もう大喜利で一番面白かった人にします。俺やろ。今だったら CR カップとかね。そうだね。あ、これ、トトロ問題です。隣のトトロのキャッチコピーで、ハテナに入る言葉は、この変な生き物はまだ日本にいるのです。なぎなぎ。何し？何？あ、待って、これ見たことあるかも。なんか変更があったの、これ。わからん。なんか上、最初の一文ね、もともとなんかいないだったらしいよ。日本にもういないだったのがいるになったらしいですよ。ちなみに。どうでもよくてみんな無視してる。ちなみに、ね、さあ、時間切れ。入ってる時にさ、もう30秒ですよ。なんかよ、このゲーム。回答オープン。お、ああ、え、そういうこと。あ、待って、俺猫の名前書いてたわ。なんで俺めっちゃボケたのに当たったんだけど。この変な生き物はまだ日本にいるのです、多分、ということです。え、めっちゃボケたのに当たったんだけど。ボケ、待って、おい、猫のなんか種類かと思った。ボケに当たるよ。種類ってどういうことだよ。普通に、あ、入り表山猫じゃねって思って俺書いてたのに。え、ペンギン君、あの、参加してください。おお、最下位になっちゃった。アシタカの頭巾の目的は、こちらは4択ですね。シンキングタイムスタート。いや、ここに来て防寒対策だって、絶対これみんな防寒対策だよ。いやいやいや、ここで寒い地域か、これ。いや、俺はこれだと思うよ、ね、俺逆張りするよ。いや、これ明らかこうでしょ。絶対こうだわ。悩む馬ずらはぎ、ね、回答オープン。正解は、ヤマビル余計でございます。安全対策とかおもろいけど。おもろすぎやろ。え、馬さん、なんで書いたんだっけ。魔余計、魔余計。マニー、マニー笑いされてる。もうマニー、あれなのにね、いるのにね、手に。そう、センスシッ、分かってる。余計意味ない。あ、そっか。これは誰。いや、いや、誰。これ俺でしょ。え、こいつじゃない。ちょ、待って、え、え、たぶんこっち。え、ちょっと待って、あっちかな、こっちかな。え、こいつじゃね、普通に。いや、あいつかもよ。悩んでると、また、まあ、これでいこう。回答オープン。お、ここだよね。え、だよね。マジか。メインなわけなくない。メインじゃないでしょ。アフリカメイン、メインはもっと丸くない、なんか顔が。ほら、何言ったっけ。さあ、でございます。わいよ、わかんねえ。髪型が違う。え、わかるでしょ。顔が丸い。うわ、逆転されちまった。
本当だ。ナウシカのキャッチコピーでハテナに入る言葉は。シンキングタイムスタート。わからないよ。え、あれあれじゃない、これ僕はこれだと思いますけどね。え、マカロンスティール。え、確かこれだったはず。俺知ってる。無理だ、これ書けない。 あ、終わった。回答オープン。あ、時間がね。おお、彼女の声が奇跡。愛、愛、優しさ、愛、愛よな、俺呼べない。少女の愛が奇跡を呼んだでしたね。じゃあこれなんか、え、これ多分あのこのちびっこいやつ助けたってことです。さあ、ひまじんさんリーチでございます。うわい、おお、むずい。公開日の古い順に並べよ。ちょ、 D が私知らないんですけども、紅の豚、千と千尋、ハウルで D が分かってませんけど、それの公開日順に並べてください。え、古い順、これ待って、なんだっけ、紅の豚。おい、調べんなよ。え、もう問題、問題ってとこしたら見える。調べるわけない。調べんなよ。問題をしたら見える。時間ねえだろ、こんなの。え、なんかこいつが一番新しかったように気がする、気がする。ピットや、これいや、新しいのはわかる。うん、そう、わかる、新しいのはわかんない。回答オープン。 ABCDABCDACBDDCABACBD ということで、 ACBD じゃないのか。正解はこちら。そのまんまなんだ。さあ、馬津屋さんがなんと並びました。紅の豚が1992年、千と千尋が2001年、ハウルが2004年、思い出のマーニーが2014年。誰だよ、思い出のマーニーって。ふざけんな。いや、結構新しいやつ言ったよ。言ったよ。見たことねえんだって。それはお前が出てねえからだよ。さあ、あ、これはもう言ったんじゃないですか。最終問題になるか。この映画のタイトルは何。え、これちょっと簡単。え、来たー。これ簡単じゃん。これは簡単。これ俺暇人さんより早く回答したんで、あの正解だったら。いや、関係ない。あるわけないの。関係ないです。あの、そしたらあの決戦になります。あ、決戦。先に点数を取った方が勝ちになります。暇人さん、回答しないと負けるぞ。タイトル書かないとだもんね、これ。いや回答オープン。さあ、全員 A ということで。これは簡単だった。じゃあ俺らも点入れずにで、こうもう一回。ああ、いいですよ。じゃあ、ヒマジンとウマズハギには点数を入れずに、A が正解です。ちょー。解説は平成たぬき合戦ポンポコですね。これ有名よね。はい、うん。こういう問題ですよ、欲しいのは。さあ、どちらが先に100点になるのか。なるのか。キャッチコピー系コネ。猫バスの足は何本。ちょっと待て。いいですね。いや、もうわかんねえ、これでいこう。まあね、ワンチャンね、ワンチャンありますから、これ数字書くだけなんで。わからん、思い出さない。どんなだっけ、ね、俺はもう適当でいく、俺は適当でいく。さあ、馬沢さん、暇人さんが回答してるので、回答しないと不利ですよ。俺は適当よ、これ、ね、こんぐらいある、めちゃめちゃ多い印象がある。回答オープン。もう割れた。ごめん、あの奇数はなくて。奇数はなんかありそうだなみたいな。奇数はないと思うな、やっぱり俺も。さあ、私だけじゃん、奇数。正解者はいるのか。うわ、ムラハギ正解。12本でジブリ王馬ズラハギ決定です。惜しかった、ヒマジンさんも。うわー、はい、12本が正解に。もっとなかった。
授業を受けることだから、じゃあね、あったことないんだよね、絶対奇数はないですね、さすがに23はどうやって分けるつもりですなんかあるかなって。はい、ということで、ラウンジでした。ジジジジジジ